第二章、初めての友人。ヤス、あんたチビぼうきどうしたの？窓枠掃除用に使ってなかったっけ？しなさいよ、あんたに任せたでしょ。何やってんのよ、どんくさい。ほら、急いで探しておいで。奥様に見つかる前に。急いで急いで。どうした？ヤスがチビぼうきまたどこかでなくしてきたのよ。こいつ、物をなくす天才。だからヤスに物を持たすなといつも言っている。そいつはそそっかしいから、いつも物をなくす。一生懸命やってるんだから、そんなこと言っちゃいけません。ほら、急いで探してらっしゃい、待ってるから。熊沢が語りしは、漁師たちの間に語り継がれし、古き古き物語。かつて六軒島は悪食島と呼ばれ、人の魂を食らう恐ろしい悪霊が住んでいたと伝える物語。ねえ熊沢、僕たちにも聞かせてよ。恐ろしい恐ろしい、六軒島の悪霊の物語よ。ほほほ、いいですとも、いいですとも。六軒島はかつては小豆島という名でした。でも、もっと大昔の呼び名は悪食島でした。島に近寄る船乗りを海の底に引きずり込んで魂を食らうと噂されておりまして、そんな恐ろしい悪霊がこの島にいるんでございますよ。それは熊沢の好む定番の怪談。新しい使用人がやってくるたびに聞かせるお約束の怪談。普段ならばくだらないと笑い捨てられる。それも後宮家の屋敷以外に何も存在せず、嵐の夜には不気味なうなりを聞かせる。この寂しい六軒島では誰もが神妙に耳を傾けるのだ。あの海岸の社は悪霊を封じ込めるためだったのね。親方様も薄気味悪いオカルト趣味をお持ちだし。お屋敷も薄気味悪くて何かが潜んでそう。スタビの修験者がようやく抑え込むのが精一杯、かろうじて封じ込められてはいますが、今も
夜な夜な犠牲者を求めて夜の屋敷を徘徊しているのですよ。親方様の書斎、見た？見たわ。まるで悪魔の実験室だわ。親方様は悪魔の研究をしているって噂だよ。死んだ愛人ベアトリーチを蘇らせる研究だって言ってたわ。その魔法の実験の生贄に子供たちを呼び寄せてるんじゃないかって。キャー、怖い。親方様に一人で書斎に来いって言われたらどうしよう。なんかね、昔書斎に行ったまま帰ってこない子がいたらしいよ。きっと亡霊のベアトリーチェの新しい肉体にする実験の犠牲になったんだわ。そうですとも、ベアトリーチェ様が肉体を求め亡霊となってさまよっておられるのです。2階の貴賓室はベアトリーチェ様の住み、お部屋を掃除するときはくれぐれも霊を失することはあってはなりませんよ。さもないと。思春期の想像力たくましき少年少女たちにとって怪談は恐ろしいながらも魅力的なおとぎ話であった。一つの物語を共有し共感することで連帯感が生まれる。すると共感は義務となり、それを受け入れることが共同体に加わる通過儀礼のようになる。ずっと昔からそれは繰り返され受け継がれてきたのだ。ええ、私も六軒島でお勤めをするようになってすぐにその話を熊沢さんや先輩方に聞かされました。僕も聞かされたよ。主に姉さんにね。私も聞かされましたとも、主に熊沢さんでした。臆病そうなシャノンはともかく、男の子のカノンや大の大人のゴーダまで怪談を信じたの？僕は別に信じてたわけでは。怪談やジンクスなどはどこの職場にもあるものです。私がかつて勤めておりましたホテルにもいくつもそういう話がありましたとも。つまりバカバカしい話だと思って気にしなかった。空気を読むってとこはあったかもしれないですね。怪談もジンクスもその職場のローカルルールです。それに新参者が背けば打ち解けることはできませんからね。そういうこと。魔女なんているものか。バカバカしいなんて言うと姉さんと喧嘩になるからね。上辺だけでも合わせた方が楽だったし。もうそんな気持ちじゃバチが当たるよ。大怪我をした人もいたらしいんだから。そんな感じでどこの職場でもそういう話はあるものです。職場の怪談と会社創業者のとんでも武勇伝はどんなに突拍子がなくても受け入れて信じる。それが新しい職場に溶け込むということですとも。みんな大人だね。
愚かな、決まっておろうが、そなたがそうして困ってうろたえている姿が面白いから以外にどんな理由があろうか。ほう、わらわに話しかけることができるというのか。
これはこれは、姿なきわらわを知覚するだけでなく、わらわのささやかな遊びまでも理解するとは思ったより、お前は面白い存在ではないか、ヤス。面白いやつだ。吹けば飛ぶような儚い存在であったわらわを捕らえて離さぬとはな。気に入ったぞ、ヤス。